皆さん、こんにちは。カイカイです。えー、前回、マーク・サーニーさんの,あのイベントに関する動画を投稿したところで、少し補足したいところがあったので、この動画を作っています。えー、補足したいところっていうのは、えー、広報互換性についてですね。PlayStation 4との広報互換性について。で かなりこの勘違いっていうのは他の場所でも多かったみたいでその後公式にソニーが実はこういうことですよって補足したんでまあなんかすでに知ってる方もいっぱいいらっしゃるかと思いますがまあ私の動画から混乱を招きたくはないので一応その補足ということで出させていただいておりますでえそれが広報互換性に関してなんですけど p レイス s ーション4との広報互換性においてえーマーク・サーニーさんが 確かプレイ時間トップ100のタイトルを検証してそのほとんどがプレイステーション5の発売時にプレイできるっていう風な言い方をしたんですよでそれが混乱を招いたんですけどその時にマーク・サーニニさんが言おうとしてたのはすべてのすべてですよすべてのプレイステーション4タイトルは遊べます完璧な広報互換性ですもうそれは間違いありませんでここで言ってる100タイトルプレイ時間トップ100のタイトルが 最初、まあ、発売時点でプレイできるっていうのは、その直前で話してた、ブーストした周波数でプレイするっていうことです。まあ、あの、私も生配信中で言ったかもしれませんけど、あれですね、プレイステーション4プロに搭載されているブーストモードだったかな、そういう感じの処理をして、例えば、 え解像度は多分上がらないと思うけどフレームレートをより高くしたりまあ高いフレームレートでも今までは60狙いのまあ60基本的にいけんだけどたまに50いくらとかに下がっちゃうっていうようなやつを。 まあ安定した60にブーストしたらいいっていうことを GPU パフォーマンスの強化によって可能なんですよ。ただそういうのはゲームごとに対応できるかが変わってくるんですよね。で、それを検証した上でプレイ時間トップ100のゲームはだいたいそういうブーストによるパフォーマンスの強化に対応していますよっていうことを言おうとしていたそうです。 私自身もこの部分はあの前回の翻訳した動画でも混乱していたとこですので補足させていただきましたじゃあ短い動画でしたがあ相当短いし次回動画のあれプレビューでもしとく、えー、次回動画はタイトルまあタイトルこれになるかは知らんけどざっくりと、えー、次世代のコンソールがゲームの最適化に与える影響とその先の可能性で相当を えー、明後日の方向に進んでいきますので楽しみにしていてください。じゃあ、えー、今回はこんなもんです。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。